きい何？これガジュマルやね。ガジュマル。大きいな。大きいわ。こんな感じで。なるほど。すごいね。うん、あの沖縄を感じますね。うん、南国をね。キムジナーの住む家ですね。どうやった？イルカショー。やられた。びしょびしょやね。えらいことなってるやん。今日はね、ガジュマルンチャー。糸満の方に、来てまして、すごい名前やね。今からね、ここで、バギー体験をしていきたいと思います。思います。あのまた YouTube 上げときますわ。チャンネル登録ありがとうございます。とんでもねえです。乗ったことある方いらっしゃいますか？僕はある。バギー通勤されてる方ですね。通勤はさすがにできないですね。今日はあのずっとこんな道を編集終わったらずっとジャングルになりますので、多分こっちはガチやわ。ほんまにロボコ本当の道ぐねぐね時々ハブハブってしてますか？ハブが出てきます。でも安心してください。出てきたら僕が捕まえてプレゼントします。お土産に持って帰ってください。今日は晩ご飯にしましょう。夜ご飯いらない。えいらない。マングースにしました。
気をつけて。あすごいジャングル感が出てきました。お兄ちゃんこれ何の看板？恐竜注意みたいな感じかな。はい、恐竜気をつけていきましょう。足音聞こえましたか？バキバキって。恐竜にやられるかと思いましたね。はい。マジっぽいですね。ハブ注意。ハブ気をつけて。いた。僕がトイザラスで買ったハブです。触られすぎてお腹ちぎれちゃってます。リオセ、今日沖縄最終日で、うん、ね、いろいろアクティビティもして楽しいんだね。楽しいんだよ。出た？めっちゃ楽しかった。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは兵庫県に戻ります。バイバーイ。